ゆるいのが有名でした。でもさ、今ってステロイド飲んでないんですか？一応この2週間飲んでないです。飲んでないんだよね。はい、はい、飲んでないからってじゃあ悪くなってないってことですよね。うんうんうん、その前の週と一緒ぐらい、一緒ぐらいですね。やっぱり増えてる。三セロ。50グラム。もう一回。もう一回。重たくなったもんな。4、3セロ。そうなし。あ、怖い。ちょっと。タナちゃん。うん、どうすれば汚れてるかな。なんかこの辺がすごいどっしりしてる。大きくなった。重たいものだね、それ。だから気になる。嫌なこと言うようですけどね、また悪くなってくるんですよ。変なするけど、だからその時のためにもちょっとこっちにしようとか絶対いいと思うんですよね。だから4300でももうこれぐらいで維持できればいいから、今っていうのはここですよね、自力で大事なのは、はい、なるほどね。30から、まあ、30-40ぐらい下げます。ポイントこの辺で、うん、あなた44。この週だとあるね、30から32から40ぐらい。だから本当に薬だけにして今5-5-10で、もう昨日から 3-5 にして8グラムにしてます。そしてギリギリにしてます。3で薬飲める。あの夜はあれがシクロスポリンが入るので、5はいる。ちょっとよだれてアートでした。なるほどね。じゃあもう栄養補充っていうか薬やるのは3-5で、はい、最小でやってもらった方がいいね。確かに薬だけだとなんか飲めんもんね。よだれたらなっちゃう。よだれたらあと粉だけだったらいいかもしれない。ゆるくても結構食べるので、もう今でシクロスポリンもさ効いてきてるんだよ、さすがに。いいですよね、うん、あれ調子いいです。書いたら18、あ、でもボトル大丈夫、はい、ありがとうございます。うちのあれなんですか、調子悪くてさ。え、そうなんですか。今日飲まそうと思ったらさ、調子悪くてもしょうがない。たまたまなんですかね。なんでかな、ちょっとまた早速クリームの電話を入れたから入れたんですけど。じゃあ私だけじゃなかったよかった。そう、ダメなんですよ、これ。吸えないんですよ。で、やっぱりさ、よくよく見るとさ、いつ死んでもおかしくない。一緒です。こういうふうにもう、こういうふうになって、こういうふうになりました。こうなってたら吸えない。もう無理です。あのエアもうジャーッと出てきちゃうんですよ。だからもうしょうがないから。もうそーっとやってるんですね。直接外して、直接注射器ですか。言えないぐらいの心臓してるね。なんかの、なんかの加減なんだよね、きっと。あそこが斜めになっちゃうといいかな。ダメですよ、あの、多いのが。すごい楽に。ねえ。よかった。ビルバックさん。もしもし。おじいちゃんなんで。どうもすいません。18歳。うん、またね。花ちゃんの3倍じゃん。花ちゃん6歳。すごい綺麗だね。同じ表情。飼い主さんも綺麗。すごい綺麗な白。でも顔今日めっちゃ汚かったですよ。ああ、ごめんなさい。そしたらちょっと若くなりました。かわいいね。綺麗だね。花、ちゃんブスッとしてるから今ね。機嫌悪いから。ブスッと。綺麗だね。すいません、本眼手指してこれ。最初に番組。すごいね。あります。毎日抜いてるのに。そうですよね。毎日やってもこんなの。ああ、そうですか。花も。はい、了解です。大丈夫です。じゃあお願いします。はい、じゃあすみません、お願いします。あ、いや、車。これをよくね。はい。大丈夫だよ。
クレームを言うとすぐ連絡が来るんだけど連絡が来たってさ困るよね月曜日に来ますと言った結構売れてるとかって言ってんだけどさ売れてるんだったらそういうクレームないのって言った ないんですかではあるとは言わないよね。あ、まあそうですよね。あったとしても、ね、あったとしてもそうは言わないよね。ありますとは言うよね。作り方に問題があるじゃないですか。多分これ自体にね、天眼天字。すごい抜けるんですけど。よし、光線照射を100の3分でこっちください。あと爪と足裏とやります。お腹、それからあと一つ、うん、お腹、あと一つはあの爪。じゃあこれハンドフリー、はい、フリーにして、はい、はい、取ります。うん、取ってあげて。はい。はい、ごめんごめん。嫌いね。ごめんね、すぐ終わった。あなたさ、爪じゃなくてさ、毛なんだよね。そうそう、毛。お尻の前の毛もちょっとだけ切ってきましょうか。少し切ったんですよ。あ、切りました。でも怖いんです。体調が悪いと余計に抜けるんだよね。あ、そっか。でもさ、何歳だっけ？ 18 歳だから。ねえ、すごいね。でも綺麗ですね。長生きさんだ。みんなには汚いって言われちゃう。耳の中汚い。今だいぶ綺麗になったから。はい、綺麗にしてもらいました。で、この子吸入するからさ、一万さん。1枚トップシート引いといて、で吸入の位置確認してください。さ、呼吸の方はどうですか？吸いてます？たまに咳しますけど、それは本当たまにですか？たまにです。忘れた頃に。ゴホンゴホンぐらいで。昨日の朝もやってたっけ？ね。前のように前はすごい咳込んでたけど、本当に人間みたいにゴンゴンで終わります。多分ね、そちらにもね、シコロスコリンは効いてると思うんですよ。肺の方にも、うん、あのステロイドが効いてる。あ、そうか、そうか。はい、はい、はい、はい。ステロスコリンはもともと異名で出てきたんだけどさ、ワンちゃんはあんまり効かんけど、そうなんですか、うん、なんかあんまり、ね、使っててもね、効いたって感じがしないんだけど、猫ちゃんは使ってるとね、すごい効いたって感じがする人が多い。ただこの子効き始め遅いけどね。あの、なんだっけ、前飲んでたの、アトピカね。アトピカ、あれも一緒なんだけど、アトピカでも去年の秋からやってるから、うん、やってますよね。だけど、ね、飲み始めたからってそう変わらなかったじゃないですか。でも今はなんか、前はひどかったけど、だから、まあ、長く飲んでいそう、そう、あの1ヶ月飲まんと効かんとは言うんだけど、でも極端なことで猫ちゃんがね、1週間か2週間で効き始めてくる子もいるんですよ。特にあの、すいません、ね、免疫改善性の皮膚病、まあ、アトピーとかさ、そういった子たちにね。あ、3分割れた。ワンちゃんは本当に入ってる。今一瞬噛もうとしたね。だけど思いとどまったね。今一瞬ダメだよ。噛もうとした。噛もうとしたでしょ。目と目があったら思いとどまった。思いとどまった。ごめんね。思いとどまってくれたね。よかったよかった。最近ワン、今年になってから私ワンちゃんにシクロスコリンは出したことないけど、猫ばっかりシクロスコリンするから、猫ちゃんのが、で、聞くから続く。
患者さんも。あれ量が多いからアトピカリ持ちますもんね。15、3倍入ってるから。このやつはね、大きいから。うん、まあ、あれは本当最近のアトピカですね。今まではずっとね。うん、アトピカ成分的には変わらないんですよね。一緒です。でジェネリックとは言うのも、まあ、入ってる成分一緒だから。うん、でビルバップだから別にしっかりしたメーカーなんでね。はい。ちょっとお尻。あのゴムのところだけですよね。ね。ごめんね。そういうことね。赤いのでもやっぱり肛門の近くで出血するんですよね。うん、これブラシして油さして、うん、さいいよ、落ちっぱなしでちょっともう一回出します。ごめんね、ごめんね、やだよね、これ出るんだよね、やだよ。ワクチンお願いします。今日ワクチンも、はい、ワクチンの日、5種去年5種聞いていただいたので、はい、あの誰だっけ、レオナルドちゃんさ、吸入してください。そうか、口やってないな。